ブをご覧の皆さん、こんばんは。アルディアスのボーカルリノです。ギターの牛です。ギターのトキです。ベースのサワです。ドラムのアルトです。シングルアザーワールドが絶賛発売中です。そしてなんとなんと6月に、はい、4枚目のアルバム、はい、デイズド&ディライト6月18日に発売となります。はい、おめでとう。このアルバムはどんな感じかな。いやこれはもういろんなもんがキュンですね。今回はあれですよね、うん、まあ、このみんなが作曲した、私はあれですけど、こちらの4人が作曲した曲がいろいろ入ってるんですけど、はい、今回は珍しくね、トキちゃんの曲やリノの曲や結構ちょっとヨッシー以外の曲がこう結構色濃く入ってる感じのイメージがあるんですけど、どうですかこの辺。アルバムの中にメガロマニアックという曲があるんですけど、それはトキと2人で作ったんですけど、もうライブでこう乗るためだけの曲というかね、暴れれるためだけのね、だけの、うん、もうなのでそれをガン聴いてライブでね、あーそうね、うん、アルバムをいっぱい聴いてね、ぜひねライブでこう暴れ回してほしいという曲だよね。そうなんですよ。ヨッシーさんなんかこうアルバムの中で、はい、この曲ちょっと私聴いてほしいねみたいな、あれでしょ、あれでしょ、あれか、あれでしょ、あれであれでしょ。あのまあブリーズアットドーンっていう曲なんですけど、そうですよね。アルディアスで珍しく変拍子の曲で、はい、すごい斬新だとよく言っていただけるので、ね、まあ、アルディアスの問題作とも言われたりするので、ちょっとどういう風に取られるかは分からないけども、ぜひ聴いてもらえたらなと思います。澤さんの曲も今回入ってると思いますけど、はい、アネモネという切ないラブソングを作曲させていただきました。いや切ないラブソングだな。あれだよ、ラブソング。切ない、切ない、切ない、そういうアルバムとさ、なんかすごいバラードみたいなこう印象残るけど、実際は結構いかついよね。ちょっと引っ張ってるね。引っ張ったちょっと癖のあるラブソング。うまいです、癖ない、うまいです。でもこうね、癖のあるものって食べ続けたらこうどんどん好きになっていくじゃない。多分ね、これもね人気の出る曲になると思いますよ、私。はい、そしてこれアルバムを引っ提げたツアーがですね、はい、7月の6日、うん、どこですか、スタートは浜松窓枠です。イエーイ。でそこからなんとアルディアス、過去最大本数の14本、北は北海道から南は、九州まで行きます。すごい、九州広いね。九州広いね。九州豪華。福岡まで行きます。行きますんでね、これアルバム引っ提げてのツアーなんで、先ほどねこうリノが言ってたみたいにアルバムをいっぱい聴いて、はい、ガチ乗りできるようにね、こう皆さんぜひぜひご愛聴ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ